内藤証券投資調査部高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。本日もですね、いつものように日経平均の位置、そして今回はですね、7月の新高値、こちらを紹介したいと思います。2ページ目お願いします。まずはですね、投資部門別売買動向になります。そのうちの、海外投資家の状況を出しております。右側のこちら、表を見ていただきますと、7月の一週ですね、こちらで、現物先物ともに、海外投資家ですね、大量に買い越しました。7月の2週はですね、ともに売り越しておるんですけれども、ここの7月の1週ですね、ここの分で、一段、高くなったというふうな状況になっております。3ページ目お願いします。こちらは WTI と、ソックスの推移となります。WTI ですね、この青色の線なんですけれども、今100ドル近辺といったところで、揉み合っておりますが、今年の1月ですね、この水準から見ると、まだ、高い水準です。当面供給要因ありますので、100ドル前後ですね、こういったところで推移するのかと思います。一方のこのソックス指数ですね、この半導体の指数ですけれども、こちら見ていただきますと、この7月の、頭ぐらい、ここをボトムにですね、直近上がってきております。半導体、メガトレンドとしましては、需要の方は続いていくと思います。ただメモリーの方ですね、先行きが少し暗いというふうな、ニュースが出て下がっておりました。そこがですね、最近は、その悪いようなニュース出てもそれほど大きく下がらない、むしろ上がっているというふうな状況ですので、一旦のですね、これボトムをつけたのではないかというふうにも、考えられると思います。4ページ目になります。こちらはですね、日経平均の、VI と S&P の、ボラティリティインデックス、こちらになります。で、こちら、水色の方が、日経平均、オレンジ色の方が S&P になります。で、昔はですね、これ20超えると危険というふうに言われましたけれども、もうこれ見ていただきますと21年ですね、入りまして、むしろ22年、ここは20、ここが、ボトムというふうになっております。むしろ S&P ですね、35ぐらい、ここまで行くとという状況ですけれども、足元はですね、落ち着いておる状況になっています。5ページ目お願いします。こちらはですね、騰落レシオと RSI になります。直近なんですけれども、ここ、騰落レシオ、この緑色のところですね、120以上、で、ちょっと買われすぎ、過熱感あるといったところ、これ140近くまで来ております。で、RSI ですね、これも80で、買われすぎというふうなところ、先週ですね、先週その前、ややここ買われすぎ、ですので今週はですね、少し様子見といいますか、難しい状況になっているんだと思います。6ページ目、ここで、日経平均の株価の先行きですね、見たいと思います。昨日時点ですね、こちら、日経平均なんですけれども、EPS のは1140円でした。決算始まる前ですね、2140円でした。決算始まる前はですね、2050円前後ですか、2100円ぐらいですね、そういったところでしたので、決算始まりまして、2140円というふうに少し上がってきております。PR はですね、12.9 倍、PBR は 1.19 倍、BPS、こちら PBR の 1.0 倍の水準ですね、2万3000台というふうに、少しずつですけれども、切り上がっているというふうな状況です。で、右側のですね、この今期の営業利益の伸び率、これ225の、予想が出ておるもの、これを、積み上げておるんですけれども、営業利益の伸び率は、プラスの 5%、EPS の伸び率 3% です。3% ですので、ほぼこの緑色の、線ですね、変わらない水準です。ですので、今の PR でいきますと、ほぼこの2万7000、8000といったところ、これがですね、数年来のその平均15倍というふうになりますと、3万円を超えて3万2、3000というふうな状況になっております。足元ですね、この、決算発表されております。昨日時点でですね、プライム市場の、その、決算出たのはまだですね、3% ぐらい、時価総額ベースで 3% ぐらいなんですけれども、売上高の方はプラスの 12%、営業利益の方はなんとマイナスの 5% なんですけれども、これはですね、一部マキタですとかカプコンですとか、この企業によって下がっているというのが今の現状です。日東電工ですとか、この出た新月、ファナク、こういったところしっかりしております。いや今この、一瞬この、まだ 3%、4% の段階ですけれども、決算全体としましては比較的堅調ではないかというふうに見ております。次はですね、こちら7ページ目、プライム市場の新高値と新安値を見たいと思います。
こちら見ていただきますと、直近ですね、この上の方、紫色、ここの新高値が出てきておりまして、新安値ですね、ほとんど出てきてないというふうな、状況になっております。で、8ページ目は業種別の騰落率になります。これはその、6月30日から、昨日までなんですけれども、トピックスがプラスの 3.9、まあプラス 4% でした。で、何がで、業種別で伸びておったかといいますと、海運とか精密になります。一方ですね、ガスとか空運といったところが、マイナス大きいというふうな状況になっております。業種別で見ると、海運、精密、こういったところが、伸びておりました。で、9ページ目なんですけれども、新高値ですね、この新高値、7月に入ってから新高値を取った、業種、これが何回取ったかというのを、まとめております。そうしますと、こちら小売情報通信サービスというふうになっておりまして、情報通信とサービスですね、これは社数も多いです。社数も多いのでいつも多いというふうなところありますけれども、注目したいのは小売ですね。小売が非常に大きくなっております。2月決算が多い小売ですね、好業績のものが出ました。月次が良かったです。そういったものは素直に反応して、新高値を取ったというふうな状況、これが、7月ですね、足元までの状況かと思います。で、10ページ目なんですけれども、こちらはですね、7月の新高値、これは回数順に並べております。で、この回数順に並べておりまして、トップが、モスフードサービス、次が喫製薬品、カルビーといったところで、モスフードこれ卸ですけれども、まあ、小売の、ような、見方をされると思います。で、薬品に食料品というふうなところですね。で、さらに久しぶりにこのワークマンですね。ワークマンの方は、いわゆる既存店が良かった、夏物医療が好調といったところで、久しぶりですね、最近、伸びてきております。で、パッと見ますとこちらですね、いわゆる医薬品と、小売関係ですね、こういったものが、7月の新高値というふうな、状況でした。で、こちら11ページ目は7月の新高値、これは時価総額順に並べております。少し長く見たいので、2ページにわたります。で、時価総額順で、並べていきますと、トップがファストリー、2番目がソフトバンク、3位が、第一三共というふうになっております。で、ここの表を見ていただきましても、ファストリー小売ですね、高決算で、買われて、その後、新高値を更新したというふうな状況になっております。で、もう一つはこの、第一三共ですとか武田、少し下のこの大塚ホールディングですね、本日やや下げておりますけれども、総じてですね、この薬品、ディフェンシブ性が強いですと言いつつも、海外、世界中に売っておりますけれども、ディフェンシブ性が強いといったところで、かなりですね、先行されてきておると思います。で、この中で、少し面白いと思っておりますのが、この下から、2つ目、バンナムですね、こちら新高値4回取っております。今年はですね、メタバースという言葉、いわゆるバズワードとして出てきておりました。これをですね、ワンダムの方はガンダムと合わせまして IP とメタバースを、組み合わせてこれから、進めるというふうな、長期的な展開も出しております。こういったところで、少し注目したいというふうに思います。で、12ページ目こちらが、時価総額その続きになりますけれども、このページもですね、見ていただきますと食料品と医薬品で、例えばこのガス関係ですね、この原料、上がった下がった、いわゆる原子力が動く、そういったもので、少し動いております。ただこう見ていただきますと、やはり食料品、医薬品、小売、こういったところがですね、7月が、非常に動いておったというふうな状況です。7月なんですけれども、今、医薬品、小売、食料品というふうなことを言いました。総じてですね、決算が出たですとか決次が出た、こちらで動いてきております。足元の、決算発表始まっておりますけれども、非常に、いい決算でも、本日とか次の日売られるというのようなことがありますけれども、少しですね、1週間ぐらい待ってもう一度再評価される、そういった時になりますと、動いてくるかと思います。今後ですね、決算を注目していきたいと思います。以上7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。